はい、こんばんは、島津です。皆さん、13日の金曜日、ね、本日も、動画撮ってるわけなんですけど、またね、ちょっと13金についての最新情報が入ってきたので、今日はね、そちらについて話していきたいと思います。まあ、先日、ね、自分動画にしてまとめたんですけど、こちらの13日の金曜日、ザ・ゲームね、だいたい来年でか、来年で7年目を迎えるんですけど、その7年目を迎える2024年12月31日をもちまして、サービスの方がね、このゲームの、そうだね、サービスの方が完全終了するっていうことが、公式から発表されました。ゲームのね、販売については、2023年の12月31日をもって終了するので、このゲームで遊んでみたいって思ってる方は、2023年の12月31日までに購入しておく必要があります。ちなみに、まあ、個人的なアドバイスなんですけど、PC 版、Steam 版に関しては人口は正直なところほぼ絶望的なんで、確実な保証はないんですけど、マルチプレイで遊べる可能性が高いのはコンシューマー版、PS4 版とスイッチ版ですかね。こちらの方が遊べる確率は高いです。ただ、先ほども言いましたけど、確実に遊べるという保証はないので、改めてそこはね、注意しておいてください。またね、マルチプレイで遊べなくても、一応ね、オフラインで遊べるシングルプレイっていうのも搭載されてるんで、マルチの方で遊べなくても遊ぶことは可能です。はい。また、昨日はね、動画で話してなかったんですけど、今回まあ発表があったのが海外側の発表だったんで、国内版を受け持ってる夏目あたりさんでしたかね。の会社はね、特に国内版についてどうなるかっていう正式な発表はまだされてません。なので、国内向けの13日の金曜日の処遇はどうなるかっていうことは、まあ、今後正式に、夏目あたりさんから発表されると思うんですけど、まあ大元のね、会社がそういった発表をしたんで、まあ、国内版もそういった流れになるんじゃないかと自分はちょっと予測してます。はい、ちょっとねここについてはね細かく話してなかったんで、今回、訂正を入れておきます。はい、それではね、本日の本題に入っていきましょうか。まあこういったねお話を昨日したんですけど、この動画を作った後に、その動画を作った後に新たな情報が、入ってきました。何かっていうと、13日の金曜日新作作ってます。おい島津、お前何寝ぼけたこと言ってんだと、昨日の今日でどうしたとね思った方いるかもしれないんですけど、らしいんですよ。そうその、なんつうのかな、ライセンス切れで、まあ、更新しないから販売中止しますよっていう公式が発表した後にそれが分かったみたいで、まあ、この発表は明らかにこっちのゲームのサービス終了を公式が発表するのを狙って発表した感じですよね。下げてあげるっていう、まあ、なんかそういった商法で、プロモーションを行ったんじゃないでしょうかね。はい。で、この13日の金曜日の最新作の、情報になるんですけど、開発会社が正式に発表したわけではなくて、個人の人のインタビューで分かった、情報になります。その個人っていうのが、13日の金曜日の音楽をね担当していた方からポロッと出た情報だったみたいなんですけど、この方ってこちらのザ・ゲームの音楽の制作にも関わってたみたいで、今回のインタビューではまあこちらの、ゲームの音楽の制作はどういうふうに行っていたか、こっちがメインのインタビュー内容だったんですけど、このそうだねインタビューを受けてる最中にポロッと、実は今新作なんか作られてるみたいなんですよねっていうことを
話されたみたいなんですよ。で、そのゲームの音楽にも、この方は関わってるみたいなんですよね。そして細かい内容については語られなかったんですけど、まあいくつかね、情報も話されてまして、まずグラフィックに関してなんですけど、このザ・ゲームよりかははるかにこう実写に近い形、おそらくアンリアルエンジン5とかそこら辺を使って制作されてるんじゃないかと思われるんですけど、よりその実写のホラー映画みたいな感覚で、楽しめるぐらいのグラフィックになっているみたいです。そして次で最後になるんですけど、ゲームのプレイスタイルについてですね。今作っていうのは非対称マルチプレイのゲームの、スタイルを取り入れていて、計8人でわちゃわちゃ遊べるって感じだったんですけど、どうやら最新作は非対称のマルチプレイではないみたいです。詳細なプレイスタイルは語られてないので、まあ非対称のマルチプレイのスタイルじゃないってなってくると、シングルプレイとか、まあもしくはコープでのプレイっていうのが予測されます。以上の内容から、まあ勝手にどういったゲームになるかっていうのを個人的に考えてたんですけど、もしシングルプレイだったら自分がジェイソンになってランダムで生成されたお題に沿って、そうだね、サバイバー側をまあこう殺戮していく。だから最近のゲームで言うとヒットマンか、ヒットマンみたいな感じのスタイルの、ゲームになるんじゃないか、そういったことがね浮かびました。ヒットマンってあのターゲットがいて、そのターゲットを自由な方法で抹殺するといったねゲームなんですよ。で、コープ系のマルチプレイになるんだったらアウトラストトライアルズみたいな感じで、自分たちが、まあ、ジェイソンから逃げながらこう脱出するためのお題を整えていく、これらがね予想できます。はい、ということで本日は13日のこちらのゲームのサービスが正式に終了する日付が決まったよっていう発表があった数時間後に、いや実はね最新作作ってるんだよっていうね情報が入ってきたんで、そちらについて、まとめさせていただきましたけど、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。今回ね話したこの内容の参考記事、概要欄の方に貼っておくんで、そちらにはね、海外のソース元とかも貼ってあるんで、より詳しくね、見てみたいって思った方はね、そちらから参照して、見てみてください。そして、こちらの最新作の情報ね、また入ってきたら、こういった形でまとめて話させてもらおうと思うので、よかったら見てみてください。あと、今年、あと1回ね、13日の金曜日があるみたいなんで、頑張ってね、動画をそこに向けて撮ろうと思ってます。もし撮れたら、絶対あげるんで、その日に。よかったらね、そちらも見に来てやってください。はい。それでは、島津の13日の金曜日、最新ゲーム情報になりました。これにて、失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。